まあ、てか、お前側がね。てか、全部燃やそう、近くの。あ、燃やすのはありだな。で、燃やしたほうがいい。おさん、火放っちゃってください。任せなさーい。FPS 下げちゃってください、みんなの。俺らも下がるんだわ。はい、皆さん、こんにちは。アイテルズの中村です。ブログです。ジャックです。キンテキ。ヒランです。そして、トツルです。ボンジュルだ。トニーです。ブラ君です。オーラメンです。元気。ということで、今回はワイテルズとドズル社さんコラボで TNT バカレースやっていきたいと思います。イエーイ。ドカーン。まあ、じゃあルール説明はシャークさん。まあ、前、あ、一応しとくか。はい。じゃあもうルール説明しましょう。あ、はい、あ、はい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 、するでしょ、別に。こちらがブルーチームの陣地ですね。おー、ブルーチーム、はい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 、このレッドストーンブロックからこっち側です、上に行って、相手の、はい、こっち側に黄色陣地があります。なんか浮いてる、浮いてる、森か、はい、ほうほうほう。で、これのイエローチームの陣地に TNT が3つ、左右2つと空中に1つあるんですけど、これのどれか1つにレッドストーンダストとリピーターで動力を持ってきて着火させたら勝ち。そんなです。なるほど。おー、以上です。はい、シンプルルールな。シンプルで、まあ、イエローチームは逆にブルーチームのレッドストーン3つ、どれが、まあ、先にどっちが1個着火させるかで決まります。 OK です。 OK です。 OK、 これ何でもありって聞いたんですけど、何でもありですか？あ、あのリアル、なんかリアルイエイって殺すとかはダメ。当たり前だ。マイクラの中だったらもうバチバチということで、ボズルさんの何でもありはそういうとこ含んでる。いやいやいや、やめてください。ちょっとイメージを落とすのは。まあ一応あれですね、何でもありって言っても TNT の周りをブロックで囲んだり、マグマで囲んだり、直接何かをブロック囲んだりして、直接レッドストーンダストをつなげなくさせるのが禁止です。 OK です。はい、どこよ。それだけです。それ以外は何でもいいです。何でもいいとは言ってもリアトツはダメです。リアトツがダメだもん。まあじゃあチーム分けしてるから、お互いの、おーい、はい、ということで今回の青チームはですね、ワイテルズからはナカム、ブルーク、シャー君、そしてドズル社さんからはオンリーさん、そしてボンジュールさんに来てもらってます。どうも、はい、お願いいたします。お願いします。さあ、対する黄色チーム、ワイテルズのキリアン、そしてワイテルズのキントキ、そしてドズル社、yeah. ドズルさん、yeah. ドズル社、yeah. 大原メンさん、そしてオラフ君、いや、いや、いや、絶対勝ちますよ。撃ち殺してやるよ。やったるぞ。行くぞ。なんかこちら知的に勝ちましょう。バカだけしい感じだね。やってやんよ。本当にこれ、チームあれ、なんか同じグループから分けてるんか、人人格変わりすぎやろ。じゃあ早速やっていきましょうか。通話の方分かれて、はい、試合開始と、はい、いきましょう。はい、おーい、はい、はい、いきますよ。よーい、はい、スタート。よいしょー、さあ、スタート。まず木掘って装備類集めていって、そうね、なんか視察係いる、これ最初。あ、一応言っとくか、僕なんか行ってくる、行くの、はい、軽く、ただの嫌がらせ、嫌がらせ、まあ嫌がらせ兼なんか方向、最初の方向を 見とこうかな。来たー、おー、よし、行くぞ、行くぞ、オッケー。まずあれ、防具とか整える感じ。そうっすね、もうありですね、全然。まあ、レッドストーンは掘らないといけないんで。そうですよね、どちらにしろ鉄は必要と。ボコボリ、いや、ちょっと相手に乗り込みに行きてえな、とりあえず。一旦殴りに行っとく。特攻行こう、特攻行こう。一旦殴りに。とりあえずね、とりあえずね、それ。これ、あれですか、あのダイヤモンド装備がやっぱ望ましいですか。まあ、でもそこまでした本ないんで、レッドストーンめっちゃ地表まであるんですよ。だから、まあ、鉄装備集められると、あと結構盾強いっすね。盾、盾だけあれば割と強いって感じ。と自分じゃあ相手の陣地見てきていいですか。お、僕今もう特攻してシャーク捕らえました。おお、早い。捕らえました。あ、ドズルさんが昨日の持ってなんかこっちに近寄ってきてますよ。おっと、昨日の程度で何をやっとるんだあの人は。やってんだ。
掘れるの？なんか、なんか来た。リスポーンしたいのか、そんなに。ほら、ほら、ブルケってくれ。石掘れね、石掘れね。ナイス、ナイス、ナイス。トドルさんは15秒間、15秒間無駄にしてます、これで今。これで確かに。15秒間リスポーンできないですよ。大丈夫、僕もそれぐらい無駄にしている。何をしている？追いかけてきた。やばい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 。達人に見せた。最悪だ。最悪だ。捕らえられてる。あ、オンリー来てる、オンリー来てる。え、はい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 。うちの陣地にオンリー来ても、来ても何ができる。うちゃっす、うちゃっす。やれ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 。あ、やれ。何をしに来た、何をしに来た。ガチで何しに来たんだろうな。それ多分向こうも持ってるって。ほんとそれ。互いになんかいきなり来たんだけど、つって。話してるだけ。とりあえず来たぞ、とりあえずね。この子の。行け！バチバチだな、マジで。開幕かな。本当だ。てか、目がやばいかも。水なんだけど。ああ。うわ。今ね、俺、今ね、陣地から左後ろの、あ、洞窟つながった。マジ？ここ期待していた。鉄がね、鉄がないと始まんないんだよね。鉄だよね。とりあえず鉄がいっぱいあったら、みんなに3つずつ。ああ、じゃあ、ちょっと自分行ってきますわ。鉄取りに。お願いします。誰かいないか、誰かに噛みつかせる。あ。スケルトンスポナーを見つけた。弓あ、空中戦やる人いるんだったら弓強いと思います。確かに、そこトラップ作る。めっちゃ長期戦覚悟してるね。これありだな。ちょっとスケルトントラップ作るか。ありや。よし。鉄が全然ない。あ、やばい。ここで死んだら、ああ場所わかんなくなる。何やってんねん。終わった。ああやばいやばい、でかいとこつながっちゃった。ああでもいいね、結構でかい。どこら辺から行ったそれ。鉄がね、ちょっとね、説明があれだね、難しいね。難しい、ちょっと難しみ深いけど。アメジスト需要度、アメジスト需要度で使っちゃった、こんな時に。この客一番いらんのに。いらないね、一番いらんのに。あ、そうだね、アメジスト需要度上げるからレッドストーンちょうだいって。ちょっと廃校に出ました。はい、マジでスケルトントラップ作る。いや弓を詰めるから、貢献するから大丈夫。詰めるから、スケルトントラップか。うわやばい。いやこれはもうでも成果で見せる。はい、気をつけてくれや。結果を出せば何とも言えなくなっちゃうわ。負けたらキリアのせいどうでいい。うん、そうだね、それはさすがに。それはそうか、非常なり。え、素材あるのに出ないのあるじゃん。レシピはね、よくわかんない。あ、あのボートとかだと水入ってないと出なかったりとか、なんかそんな。あ、それは昨日教えて。そうそう、昨日教えてもらったら俺。細かいことがあるんですね。そう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 、教えてもらったやつ。ああ、ラジ。奥行きに言ったの言わなくていいじゃん。奥行きに今俺は教えた、教えた感じだ。ああ、どうもさ、どうも。知ったことを言いたくなっちゃう。野蛮人出動します。言いたくなっちゃう。誰殺してほしいですか。殺してほしい人募集。どうぞ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 。皆様。お、はい、私鉄鉱脈おそらく見つけました。おー、出たって、あれか、え、無限鉄出た。これはかなりサバイバルでも見つけたことないの今だ。全然見たことないです。あれ噂でしか聞いたことない。噂でしか、都市伝説だと思ってますまだ。え、やっぱスケルトンやってるわ。や、そうだな、やってるね、やってるね、バカね。でもスケルトンなんて勝ったって何の意味もないのに。何をやってるんだ。やってることが、え、お、防具着ていない金時身につけた。金時くん、そうだね、探索とかも早くなるし。ナイスー。来た、鉄装備フルのオラフンいるわ。あ、来た、入れ替え。やば、野蛮だな、野蛮だな。何持ってる？肉持ってる。お、チリゾンビ追われてるぞ。ほらほら、オッケー、チリゾンビの味方だから。全然容赦なく殺すやんって言われてるよ、俺が今。いいよね、遊びに行っただけなのに言われてる。絶対言われてる。焼き石は丸石取ったら焼いた方が。やられた。え、なんか向こうバーサーカー、バーサーカーが多すぎる。全部隊がなんか大暴れしてる。野蛮ですわ。いや、ダイヤ欲しいな。ダイヤ欲しいっすね。ダイヤ欲しい。どこかになんか大洞窟があるっぽい空気は感じるんですけど。いや、今結構大洞窟いるんすよ。あ、マジですか。なんか、なんだっけこれ。あ、ダイヤあった。おー、ナイス。ナイス。でかいでかいでかい。
この3個のダイヤで世界が変わる。見ましょう。変えられるか。いや何を作るんだ。剣かな。やっぱメンさんにダイヤ剣を握ってもらうっていうのが。剣縦で防がれちゃうからな。じゃあやっぱ斧か。でいいかもですね。でもダイヤで斧。防具かどっちか。防具の方。でも三なんすよね。出たのが。あ、僕もダイヤ発見しました。おお、ナイス。ダイヤチェスト誰かに託したい。やっぱメンさんじゃない。おお。バサカメン。バサカソル。バサカメン。大原メン。送ってくれるか、メン。モンスターカードいきますか。ちょっとキコって見晴らしよくするのもありかもしれない。ああ。確かに確かに確かに。まあ、シンプルな側がね。全部燃やそう近くの。あ、燃やすのはありだな。で燃やしたらいい。モンさん。火放っちゃってください。任せなさい。FPS 下げちゃってくださいみんなの。俺らも下がるんだわ。あ、赤じゃないよ。怖いな。あの1個のちっちゃい方も。1個ぐらいもらっておいて。あ、なんかアイテム落としたっけ。なんだ落とすの。あの多分あの作ろうとしてたんだろう。クラフトで。あね。それは落ちる。手放してた。それはじゃあ拾わせてもらいますよね。だってまあ落ちたもん。それはルール上ね別に問題ない。シンプルにレッドストーンは持ったっていいの。ないな。一体やめてほしい。ねえなんでそういうことすんの。お、取られたこいつ。おい、お前俺の鉄。最悪。強盗。鉄とキー取られた。うわあ。強盗事件が起きた。ああ。許さねえ。まあいいやいっぱいあるし。よし。ねえやめて。ねえまた鉄取られた。取られるやん。どういうこと取られるって。いやクラフト中に殺されて。ああ。味しめられてる。ちょこいつどうにか。よし。あぶねえ。誰か戦ってます。戦ってないです。ええ。ブルークが戦ってるやん。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 戦ってます。遅いんですよね。それあれ5秒前欲しかった。あ戦いました今。あ遅いね。遅い。過去形だな。遅いな。まあ半分ぐらいまで繋げました向こうの家のところ。え。いないな。でもブルークが戦ってるから相手気づいてない言うの。天空から忍び寄る。忍び寄る。今下にいる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 。これ左側なんですよね。え地面掘り？地面います、地面います。いや、普通にもう地面ずーっと来てたら近い可能性あるな。誰か、防衛2人ぐらいはいた方がいいか。やばい、オンリーにバレた。あー、それ最悪だ。おい、相手木で橋作ってんじゃないかな、舐め上がって。燃やすぞ。燃やせ。あー、それはもう、やっちゃってくださいよ、兄貴。まったく、舐められたもんだ。うちの島を荒らすやつらっすよ。許せですよ、俺。なあ。あ、めっちゃ来てる。天空橋おもろいな。天空橋。燃やすよね、こんなん。こんなことされちゃもう。何やってんの、こんな。許されると思ってんの。うわー、見晴らし良くなったな。てか、まあ、引火して。上燃やされてる、上燃やされてる。普通に火打ち石に火つけてる。ヤンさんが。普通に燃やされてんの。天空橋を、天空橋ですか。オーケー。あ石、確かに石の方が良かったな。あ、なんか必死にシャー君さんが足直しに来てるけど、いやー君さあ、初めから木で作るなって話ですよ。あ、じゃあオンリーさんだったわ。おぶね、ちょっとバレちゃった。あー、お燃やしきれなかった。来てる来てる、拠点回りブルク。あ、向かいます。あちょっと。あ、いた。オッケーです、オッケー、行きます。あ、でも橋来てる、だいぶ来てる、橋来てる。上、天空。あ、撃たれてる。レッドストーン。黄色の TNT の上にいるんですけど。え、はい、あー、マジ？もうそこまで天空繋がってんだ。もう繋がってるんですけど、めっちゃ撃たれてます。誰？嫌で撃たれてる、嫌で。あの生意気な橋、俺燃やしてきますよ、後ろから。おー、ナイス。許せねえ。やっぱ木は燃やすに限るからな。間違いに当たらん。環境破壊は楽しいぞ。やべえ、あれもう繋がる？繋がるな、これやばいな。ちょっと一回死にます。多分でもまだレッドストーン置いてんのかな。いや、置いてなさそうだけど、ちょっと危ないな。はいはいはい、オッケーオッケー。あ、繋がったな、完全に繋がった。上行きます。はい。地下、マジで地下怖すぎ。ずっと見えてない人がいるんだったら怖い。ドズルさん全く見えてなくない？それで言うと見えてない。しばらく上がってきました。ここ上がってきました。上にずっと地下に放ってる人は金時は金時は、まあ時々見る。完全地下線みたいなのいないのかじゃ。いや、いると思うけど、なんかたまに出てるだけでいると思うんだよね。いるっていうのは誰が、その、みんな
うわ、今ここどこだろう。一応危ね危ね危ね、オラフ君の道にレッドストーンはバーって全部敷いた。オッケー、ナイス。あ、来てる来てる、上から来てるわ。ブルークは今戦闘できない。できるできる、敵のとこにいる。あー今ね、ドズルさん、あーやべ、燃やされてるわ天空橋。天空橋はとりあえずもう相変、もうずっと壊されても多分作り続けるぐらいでいいと思うな。圧をかけ続ける。圧をかける。じゃあ相手の上の方陣取った。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。相手登れないようにするわ。それ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 で圧かけ続けて。ブルーク登ってます。はい、僕降りちゃったんで、動産気をつけて。はいはい。うわー最悪。あー落ちてきた。力どっさん置いてみたかもしれない。いやでも、いやでもどっちもいいっす。もうそのままスケートして続けて。芝欲しい。オッケー、芝取ってきます。火打ちし相手なんか。え、死にてるもんな。僕も落された。なんか上から落ちてきた。上から落ちてきた。うん、上に一人いたわ。さらに上にいたの。うんうん。今鮭はどういう状況？地下ずっと進んでるけど、まだ感覚わかんなすぎ。どんぐらい進んでるのこれ？私もダブル地下で、ダブル地下で。ダブル地下。俺普通にもう真ん中突っ切ってます。レッドストーンのところから真ん中突っ切ってます。ナイス。ダブル地下、ダブル地下。ダブル地下、ダブル地下。ボンさんどの辺の地下？俺右側の方。右地下ですね。右地下、右奥深地下。右奥かしか。あ、見つけた見つけた見つけた。敵の道、敵の道とおぼしき。あ、これだ。ナイス。発見。あ、金時、金時がモブと遊んでる。遊んであげた。右、雲退治しました。雲退治しました。ナイス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 。ナイス。雲ナイス。じゃあ俺は左でドズルさん倒しました。あ、ナイスナイスナイス。ドズルさん結構強いからね、モブと。やめて。敵モブの中では敵モブ。雲いるやつ。雲くん。雲くんって。あー、あとちょっとだ。鉄瓶2本目壊れた。取りました。壁作られてんだけど。目の前に壁作られてる。何してんねん。何してんねん。閉じ込められて、閉じ込められて。何してんねん。何それ。あ、上の天空城にもうあっちレッドストーンつなげてた。あー、なるほど。はいはいはい。うん、一回死んで戻りました、したら。じゃあ本命でいいのかな、それは。わかんない。いや、いろんなルートから来てそう。地下ルートが絶対1個あるんだ。絶対ある、絶対ある。なんか意味不明な死亡ログが。遊んでる？遊んでない、遊んでない、遊んでない。遊んでない、遊んでない。あの、進捗、目指し進捗出したろとは思ってないんです。オッケー。あー、だいぶ手前に出ちゃったな。いや、これ割、いや、もう割と向こうの敵の陣地の10マスぐらい手前まで、うん、奥の海のところまで繋げました。はいはいはい、はい、じゃあ、オラフ君ルートレッドストーン繋げてもいいな。あー、ガン裏ブレーク右側、オラフ君右側ね、オッケー。こっちから見て右側だよね。オッケー、倒した。ナイスナイス、強いね。なんか瀕死だった、一撃で死んじゃった。もっと遊びたかったのに。遊びたかったのに。怖いこと言うね。おもちゃ壊れちゃった。来てる。待って、ドズルさん来てる。俺今瀕死だから一発だけ入れて死にたい。ほら。オッケー。あ、ナイスナイス。あ、死ねなかった。ナイスナイス。俺も死にそう、俺も死にそう。強いな。ちょっと溺死してくる。あ、オッケーオッケー。強いね。強いね。おっと、待って、これ。あ、敵、後ろの側の地下繋いでるわ。水側から入ってる。マジ。中の画面いた方だよね、溺死しようとして。そう。こっから来んの？めちゃめちゃ繋がってる、めちゃめちゃ繋がってるわ。壊しちゃう、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 壊しちゃう。金時、鮭塞いでほしいな、これ。俺も死んねんな。じゃあ俺。俺も死ぬ覚悟で今、壊してってるから、相手のルート、これ。そうだ。わー、中無いたー。バレてる、中無に。中無にバレてまーす。オラフ君の道。え、マジ？ほとんど壊されました。ほとんど壊されました、今。オッケーオッケー。違うルートで行くしかない。もうバレたら仕方ない。よし、オッケー。結構壊した、結構壊した。いるな。地上ゴリ押しでパパパパってさ、3人ぐらいで行ったらワンチャンいけるですない？普通にさ、15秒リスポン時間あるってことは、金じゃねえの。あ、なるほどね。やってみ。もう繋げていかない。チェストプレイね。繋げていかない。相手のは全部壊した。相手の中に繋げていくってこと？いや、もう地上で、地上で。地上で、地上でね、ああ、いいよ。いる人、いる人全員殺していく。普通に、あまりにも普通に。オッケーオッケーオッケー。あまりにもパワープレイの右狙い、右 TNT 狙いでいくよ。オッケーオッケーオッケー。ららこれさ、一回ここ根元切っとくよ、根元切っといくよ。根元でね、いや本当にもう繋げた瞬間にクリア。バレた
バレたら終わんないかな。誰か繋げる人が繋げる人がいい。大原さんがね、左の方でいるから今牽制してるから俺ちょっと自陣に痛い。あ、じゃあブレクト俺で行く、行くよ。僕、誰か防衛しながらの方がいいよね。あ、俺今防衛してます。ここなんかいる、なんかいる。16、オンリーさんがここで防衛をしてくれればタイヤ装備いきます。お願いします。威嚇ダイヤ装備。誰か一人ダイヤ装備がいるな。誰だ。こっちもでもダイヤ5個ありますよ。5個ある。確かに。僕じゃあダイヤ掘ってこようかな。ちょっとバーサーカー面を誕生させることが僕たちの勝ち筋かもしれない。確かに。なるほど。自陣近くの人、根元つなぎお願いします。根元切れてる？切れちゃってる？あと繋がってないの？普通どっかでリピーターかな？リピーターが切れてるのかも。リピーター全部同じ。あ、ここだ。じゃあ後ろ見。あ、じゃあそこでできる、なんかできる。うん、やる。全然周辺大丈夫だよ。ここか、ここかな。オッケー、触った？触った、触った。オッケーオッケーオッケー。向こうね、つながってない、来ない来ない。こっちの努力来ない。来た。つなげてるな。だいぶつなげてるぞ、向こう。つないできてる。あと、地下。地下ルート。いや、地上だね。地上。地上ルート。シンプルに力押しされる。力押しされるのか。物量で来る気か。わからないけど。あ、なんか切れてる。なんか切れてる。あ、バレた、バレた、バレた。あ、バレた。途中で切れた。つなげて。途中で切れたか、途中で切れたのか。つなげて。全部やられてる。オンリーさんがあそこやってくれたら、ここ俺すぐ修正する。くそ、これ負けられないな、俺。勝て。加勢する、加勢する、加勢する。下がった。してくれ。オッケー。俺が押さえてる。俺の。やってくれ。繋がってない。やばい。繋げようとしてる、シャー君が。もう、近い。そしたらもう、向こうの根元から切る。二人来た。ボンさんも来た。まずい。一軒来てる。ちょっと、耐えてほしい。持った方がいい？よいしょ。いや、もう、やばい。強い。あー、無理だ。戻ってる。あともう、切れば、レッドストーンをとりあえず切ればなんとか。オッケー。戦わない。向こうも今2人、あの向こうの陣地で張ってるんで、多分壊しに行かないと結構厳しいかもしれない。行きます。行こう。繋がってる。あ、ここか。はい。え、壊されてた？リピーター？最後の最後、あれだったよ。リピーターさん足りてないってこと？10万いきます。うわぁ。3マスぐらい。3マスが足りてなかったんか。うわ、惜しい。敵のチームまで繋がったんだけど。あ、ナイス。ナイス。テクよ。まさか。危ねぇ。危ねぇ。ナイス。から見て左側から来てたんだよね。あ。もうキリアン隊長行くときも僕たちカモフラージュするんで、はい、ああ、シャー君いる。また来たか。あ、埋められた。リスチ側っすか、どこっすか。います。あー、熱い。寄ってます。よし、シャー君倒した。です。ダイヤの馬鎧ゲット。ナイス。え？いる？ナイス。ナイス。ナイスなのか？ダイヤの馬鎧。面に乗ってほしい。今度じゃあ、今度天空ラッシュする。天空ラッシュを挟む。天空ラッシュ。天空ラッシュ挟んじゃない。ほら！ラッシュか。メンさん左から来てる。うわ、くそ。弓欲しすぎ。メンさん弱すぎだな、あの人。あ、ずっとあそこでボートいるんだけど。ちなみにレッドストーンはどう？レッドストーン。今手持ち48でチェスト見たら、なんかあいつ。それもあとちょい。ナイス。よし。ナイス。オッケー。さっきオラフ君が作ってた穴から、なんか来てたね。中村。あー、来てたか。あの穴から。でもな、キリアンのうちがバレてなければ別にいいんだけど。あ、全然バレてないと思う。あ、もうほぼ繋げるな。ほぼ繋げるぞ、これ。オッケー。上からも横からも行くか。オラフ君行った。あ、オラフ君。じゃない、キリアン。オラフさんだ。オラフさんでもなかった。キリアン。オラフさんでもなかったか。ナイスー。なんか、あと3人見ねえな、最近。見ねえ。どっか見ねえな、さ。天空らしいかね。天空らしい、空中ばかしようよ。やんねえ。やろうぜ、天空らしい。あー、いる、シャッキーいる。メンさんがいる。マジで1人がずっと防衛しなきゃいけないんだよね。
どうするこれ、地下どうす行かないの。いやもう天空ラッシュでいいんじゃない、誰もいないんだったら。その代わりここ壊していくんだよね、敵が。どっちかっていうと多分俺の予想なんだけど、自陣でなんかやってる人の方が弱いから、防衛の方が今装備強い人がいた方がいい気がするんだよね。あー確かに。前線は正直複数人でタコ殴れるけど、防衛は1対1勝たないといけないから。確かに最終ラインだもんね、うん、そうそうそう、ここは絶対。いやとりあえずでももうほぼ繋がってますねこっち。あとは攻めるだけ。導火線こっちの手前側からあそこまで繋げるのが同時にやりたいんだよな、手前と奥を、うんうんうん、真ん中はもう完全に繋がってます。オッケーオッケーオッケー。ちょっと手前繋げてくれる人が必要だな。手前いつでもゴーって言ってくれたら繋げます。あオッケーです。僕敵陣突っ込んできます。お願いします。いやいけっかな。3人今3対2 3対2ケンドキ倒した。なんかあ森の中に自陣左側の森に誰かいるわ。今は天空でレッドソンタケで発射修復してやってます。はい。あ左から来てる、左から来てる。左から森、左から3人、左から2人か。あ、オッケー、もういけます、いけます、いけます、いけます。つなげてるか。つなげてる。大丈夫です。つなげちゃってください。自陣、今だ、つないだ、つないだ、つないだ。いけ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 リピーターが足りない。うわ壊された、ちょっと壊された。やばい、もう一人誰か来てほしい。オッケーオッケー、行く行く行く、はい、今天空橋の根元までヘッドストーン投げれれば勝てるかもよ。ただ結構そこまでが遠いだよね、敵がそこにいるってことは。うん、そこまでっていうのは。あ、なんか繋げてる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 。オラ君戻って、オラ君じゃない、オリさん、オリさん戻ってきてほしい。こいつを殺してほしい。これ勝てれば止めれる止めれる止めれる、はい、ここからここの地下から繋いできてた。これこれ、はい、壊していきます。相手の電球橋まで発射さ。いやまだメインがもう一回来た。メインがもう一回来た。一応相手の多分メインルート今これ潰せてるから俺無理だ。3人いる。3人だ。それは無理だ。3人は無理だ。うわあ無理か。もうそのルート、いやまだワンチャン。ぶわーっとぶわーっといけば今まだ間に合うかも。いやー間に合うか。今オンディとやり合ってたけど行く。ちょっと待って武器ねえわ。いやー負けた。全員防衛してるからな。全員防衛だな。ね、防衛でしたね。全然こっち来ないから。いやー待ち構えてる待ち構えてる。無理だ。なるほど。壊してる。うわあ。いやー。そう。シンプル大右回りとかでいけない。いやシンプル大右回りありだよね。それか、まあ、誰も地上天空見てないような気するんですよ。天空パッていくのもありだと。またオラフ君の。ガン壊されてる。旧オラフ君ルート。旧オラフ君ルート。忘れた頃に行くのありだと思う全然。いやー無理だ。あそこ開拓するか旧オラフ君ルート。いやもうちょこちょこプレッシャーかけて。あーブルーク来てる、ブルーク来てる。左から後ろ金的後ろ金的。天空橋つなげ終わった。俺一回死ぬわ。いやガンガン来るガンガン来る。あの橋全部ルートソン回路下がってるんで、階段誰か先端で誰か登ってきてないかチェックしてほしい。オンリーさんじゃあ、オーケーです。じゃあ中村一応に今レッドストーン置いてます。はい、じゃあ俺それやるんで今から。じゃあこれ繋がってない？敵陣まで。これなんか繋がってないか。こっち繋がってるよ、こっち繋がってる。下と階段さえやれば。下と階段が今やってます、今やってます。あ、もうすぐゲームあるかもしれない。え？もうすぐ終わる。もうすぐゲームあるかもしれない。待って、ギリギリリピーターが。どこだ。あ、壊されてる。ブレーク。なんでお前地上防衛組だろ。リピーターがこの。あ、根元切られた。上足りてない。今やられた。根元切られた。倒せない。あ、ごめん。階段繋がってないって言ってたから。足りてないのどこだろう。いや足りてない。ここギリ足りてない。ここ。そう行った。これあ行ったかも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 。見えてない。終わったか。終わってない。わかんない。めっちゃ先。前行って。なんで終わってないのこれ。だいぶ先まで繋いでる。だいぶ先。こっちないよ。こっち大丈夫。下守ろう。これ。下守る。絶対。下。TNT の横にブロック。え終わるはずなんだけど。あれ。繋がってるんだよね。TNT の横にブロック置いてその上にレッドストーン。あいる。あどれだ。でもパーティクル来てるよこっちまで。あれ。いやこれ終わってるはずなんだよな。あれ。じゃあ終わってんじゃん。上に行かなきゃいけない。こうじゃないですか。違う。あ切れてるよ。いや。あ切れてる。わあ切れてる。超の元だ。あれ壊しなきゃいけないもしかして。あ多分ブロックまでに。あ最悪じゃんマジで。うーわ何してんのこれマジで俺。何してんねんマジで。登ってくる人待っててください。とんでもねえミスしてるやん。あいつら何年やってんだよ女でしょこれ。来てるな。テンプレート作ってますね結構。あれ今敵陣側にいるの誰ですか。あ俺。あ敵の方から見て左かな。はいはい、そうブルック。えそれその辺今地下から、あ今死んだのか。ちょっと上に上がる目安を見つけたい。怖い。
ピピタ余ってない？シャケ。余ってる余ってる。ちょっと下降りてきてほしい。じゃあ俺、はい、俺上行く。根元のどの辺か誰か教えてください。いやもう本当に根元多分見てわかる。あでもボスさん行った。行った。ナイス。ナイス。やったー。危ねえ。向こうどうだろう。結構レッドストーンがちょっと足んなくなっちゃった。天空あ持ってくれよかったな。やられたかも。え？天空ルート行かれた。うわーマジかマジか。いや結構壊してたんだけど、壊してたけどもうガチガチに守ってたな最後。そういうことか。大先輩になるとかだよ、ね、何があった何があった。いやオンリーさんぶち切れていいですよこれ。なんか見に行こう見に行こう見に行こう。消えてる爆発して消えてる。あ俺の紹介名されたわ。動画でお楽しみに。えなんで繋がらなかったの。 TNT の上に普通にこんな感じで用もあって、うん、これが TNT だとしたらこの周りをこう囲んでも爆破しないんですよ。俺これ帰る。やりすぎた。違う。いや一個ここまでやればそうすれば。あ横に置けば爆破すると思う。そう横に置いて。あった。負けた声だ。爆裂しそうにしてる。いや天空最初から始まってずっとこれを使い続ける。いや天空だったか。最後も最後に、うん、いやーねーやってたんだよな。みんな地上に来るからこれ今天空だなっつって刺されました。なるほどな。強引に普通に道で行ったのよかったね、あれ。分かる。あれおもろかった、あれおもろかった。ほら、焦った。強引に道で普通に、もう走っていこうって地上で。ゲリラ隊みたいな。いやー、最後なんかもう、ラストの爪どきだったんだけどね。多分そっちは結構メイン地下、エロチームは。地下を複数道作ってたんだよね。あ、すごい。動いてるのが一個ある。めっちゃ地下行ってるのある。めっちゃ深いじゃない？めっちゃ深。めっちゃ深あるよね。ジェットコースターみたいな。あメジストのやつね。メジストジオド。V 字回転。これね。これそっちチームのどなたかの行動ですよ。シャー君じゃん。あこれ俺か。いや俺こんなことったっけ？アメジストまでアメジストまで。ああ。これはあったんだよ。ただ俺がブランチマイニングするためのあれだ。あそうだよね。ブラマイか。ブラマイか。ブラマイ用。つなげるよとかじゃないだろうなと。えこれさ。敵陣に向かってブラマイすんなよ。これ見つかるんだね。何回かなんか不適合も起きてるからな。ねえなんかあの気持ちよく終わってはないんだよね。なんか毎回、うんまあね、終わるって言って、そうそう、いけそうってなんでダメみたいなのが全部で3回ぐらいあった。だからね本当にやっぱいいとこでね敵にバレたりとかして壊されるんだよね。はい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 。よく繋いだな根元まで階段の。いやー、ね、それね時間かけてやったんだけど、うん、いやこっちもあと一歩でしたね。あと一歩だったね。じゃあどこまで行ったの、うん、一番近いのどれなの。アメジストのやつが3人で防衛されてた時は多分ここまで繋がってた。あこれ今も繋がってんだ。うん、あ途中でメンさんがまた復旧して、で一応ルートが4つあって、第一オラフ君ルート、第一キリアンルートで、第一ドズルルート、第二キリアンルートがあって、そう全部同時に行くぞっつって、あ、はいはいはい、それで地下にみんなで行ってたらその間に上から来たって感じだ。いやそうみんな地下に行ったから全然気づかなかった。上見てなかった。あなるほど、ね、タイミング的にね。天空 VS 地下はお互いに姿の見えない戦いだ。お互いに怖いよね。金時以外みんな掘ってたもんね地下。そうだね。あの時ちょっとやりすぎちゃったかな。確かに。満足ブルークどうでした。本当に嫌い。本当に嫌い。ドリスティのところにいるからな。あれは満足しようっていう。まあそうだね。あの敵の、まあ、何しようとしてるかを見つつ、あ、まあ、遅延行為みたいな。なるほどね。いやでも俺途中メンさんも冒頭でずっと上手だからね。相手もバンド来た。こっちもなんか来てはなんかヒット&アウェイでボートで逃げてったりとか。でもなんかボート乗ってる時もう瀕死だから一発殴れば死ぬみたいなこともあるし。確かに一発殴れば死ぬみたいなめっちゃあった。結構多かった。あったあったあった。あこれ倒せるんだみたいな。お互いに職がないんだろ。まあでもナイスゲームじゃないですか。ゲームでした。かなり。いやーじじー、はい、はい、じじご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。
Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。